ファルージャの戦闘は、イラク・ファルージャにおいて2004年に発生したアメリカ合衆国軍とイラク武装勢力との間の戦闘である。赤字の都市がファルージャは首都バグダードの西方に位置し、スンナ派ムスリムの多いスンニートライアングルの中核を成している。サダーム・フセイン元大統領の政党バース党の幹部を輩出するなど、サダーム支持者が多く、1991年の湾岸戦争、2003年のイラク戦争で激しい反米運動を展開するなど、暫定統治にとって障害となっていた。以下はで要約されている、米国防大学インスティチュート・フォー・ナショナル・ストラテジック・スタディーズの上席研究員である、ジュディス・ヤフィーの見解である。ファルージャは、有志連合軍による占領以降、アメリカ陸軍やアメリカ海兵隊の部隊が相次いで後退しつつ、占領統治を行ってきた。ファルージャではスンナ派住民が多数を占めており、旧政権打倒後の米国の占領統治の拙劣さも、相まって米軍に対する感情は非常に良くなかった。特に占領初期の2003年4月に米軍が重機関銃などを常設して、基地として使用していた学校に集まった住民に対して発砲し15名以上を銃撃して殺害したことで反米感情は一層深まっており、地域住民が武装して反米闘争を展開し、米軍に退去を要求するデモが多発し、デモを鎮圧しようとする米軍と地域住民の間でたびたび武力衝突が発生、双方に死傷者が多数出ていた。2004年3月31日、ESS 社のトラックを護衛中の4輪駆動車が、ファルージャ市内にて襲撃を受けた。車内にいた民間軍事会社ブラックウォーター、USA 社のアメリカ人、警備員4人は即死した。そして、4名の死体は、支柱を引きずり回され、ユーフラテス川に架かる橋梁から吊り下げられた。この事件は燃え盛る車両やその脇に横たわる遺体。端に吊るされた黒焦げの遺体といった衝撃的な映像とともに世界中で報道され、米国内では1993年のソマリア首都モガディシュにおけるブラックホークダウンを彷彿とさせるものであった。米軍は犯人を死直の手に委ねることをファルージャ側に要求したが受け入れられなかった。こうしてアメリカ第一海兵遠征軍を旗艦とする連合軍は市街地であるファルージャに対する包囲を含む広範な作戦をアンバール県にて開始した。米軍側の作戦呼称はOperation Vigilant Resolveである。シーア派とスンナ派が手を携えての米軍に対する一斉蜂起の可能性が懸念されていた情勢を踏まえてシーア派の武装蜂起、イラクの政治家の発言、対応なども交えつつ以下にまとめる。3月29日米側。サドル派の発行する週刊誌AL報座ALナタカが暴力を思想しているとして発禁処分。バグダードで群衆が表現の自由の侵害であると抗議行動。同誌は60日間の発行停止処分の通告を受けていた。3月31日ファルージャで民間軍事会社の武装社員4名が殺害される。4月1日イラク警察4名の遺体を回収し、米軍に引き渡す。ブレマー CBA 代表、ブラックウォーター社武装社員の殺害を非難。米軍報道官、キミット准将は、殺害に関わった者を駆り出すと発言。ファルージャ市街は奇妙な静寂に包まれており、米軍の姿は見当たらずと特派員。4月2日、イラク暫定統治評議会、殺害を非難。ファルージャのウラマーラ金曜日の礼拝の説教で4名の遺体損壊はイスラームの教えに背くと説教するも殺害自体を非難するに至らず。米軍報道官キミット准将はファルージャの支配を回復するとしつつも殺害者を死直の手に委ねれば強制力の行使は避けられ町の復興を再開できると発言。町の指導者らは殺害を非難する声明を発表。4月3日バグダードのサドルシティで大規模な抗議行動。非武装でマフリー軍が行進。バグダードから南のマフムーディーヤの警察署長が殺害される。4月5日、米軍、ファルージャ市街入り口を土手で封鎖。市街地を包囲攻勢開始。参加兵力は、米海兵隊1200名及び、イラク治安部隊2個大隊。目撃者によると、米軍航空機が住宅地区を爆撃。死者多数とのこと。イラク警察、サドル氏側近を法医主殺害に関する容疑で逮捕。4月6日、米軍、市街地南東部の工場地区を奪取と伝える。市街には夜間外出禁止令が敷かれている。目撃者によると、市街地には銃声と爆発音がこだましている。ラマーディで、米海兵隊12名戦死20名負傷。4月7日ファルージャで、市街戦続く。シーア派、ムクタダー・サドル氏のマフディ軍、バグダードのサドルシティや南部で、G 行動及び武装蜂起。ブッシュ大統領、ラマーディでの大量の戦死を受けて決意揺るがずと発言。AP 通信によると、モスクからは、ジハードの呼びかけが流れる。武装勢力の中には武器を手にした女性が見受けられる。また迫撃砲を持ち運んでいる者がいる。モスクの一部施設から攻撃を受けたため米軍は爆弾を投下し破壊。死傷者数は両者で異なる。サドル氏、イラクの統治権限を米国への協力者でなく、正直な人物へ渡せとの声明をナジャフにて発表。スイースターニー氏、連合軍のシーア派蜂起への対応を非難し両者に平静を呼びかけ暴力を非難。4月8日、ブレマー代表の要請により、イラク内務省を辞任す。ファルージャの病院関係者によると死者は280名から300名、負傷者は少なくとも400名。バグダードで献血、水、食料の寄付を募り、ファルージャへ向けて運ぶ、車列出発。アルジャジーラ、日本人。人質3名の姿を放映。作戦の結果、多数のイラク人、住民が殺害された。米軍は4月11日からは空爆を中心とする大規模な攻撃を開始し、さらに多くの住民を殺害した。殺害された住民の数は600人とも1000人以上とも言われる。殺害された住民のうち 25% は女性で 25% は子供だったとも言われている。市立病院の院長ターリブ・アルジャナによると、米軍は病院も一般住民も武装戦士たちも区別することなく攻撃したという。民家に武装勢力がいるという誤った情報によるピンポイント爆撃によって多くの民家が破壊された。ファルージャ市内にある70のモスクのうち39がこの戦闘で破壊された。完全制圧を目指した米軍であったが、ファルージャ市内での惨状がマスメディアによって報道されると、イラク各地での反米運動のほか、世界から非難が湧き起こり、作戦を中止せざるを得なかった。4月13日に、米軍は停戦の上交渉を開始。ファルージャ防衛軍の設立を認め、5月1日、ファルージャ市内から撤収し、郊外桃園の陣地園に退いた。ファルージャ防衛軍の司令官には、ジャースイム・ムハンマド・サーリフ、元共和国防衛隊指揮官が就任した。サーリフは、共和国防衛隊の軍服で、市内に入場、ファルージャ市民から熱烈な歓迎を受け、さながら凱旋将軍のようであった。しかし、サーリフが、軍将校時代の1991年に、シーア派住民虐殺に関わっていたこと、サッダームと、密接な関係であった経歴から、イラクのシーア派勢力から反発が出たため、同じく元 RG 将校ながら、サッダームと対立し、国外追放された経歴を持つムハンマド・ラティーフ、将軍が代わりの司令官に任命された。しかし、ラティーフも1980年代に、クルド人が大量虐殺された軍事作戦に関与していたとして、再びシーア派、クルド勢力から反発が起きた。ファルージャ防衛軍は後に多くの隊員が脱走して逆に武装勢力側について米兵を襲撃するという事態が起こり解散させられた。この攻撃により市民の対米感情はさらに悪化し、この後アブームス・アブア=ザルカーウィ率いるアルカーイダもこの町を根拠地とするに至ったと考えられた。武装勢力はこの地で誘拐した。外国人の殺害を繰り返したとされている。による戦闘序列による4月24日時点での戦闘序列市街地を4つに区分し、各1個海兵大隊を当てる2004年はシーア派のムクタダー・サドル氏が武装抵抗を活発化させ、ことに4月及び8月には激しかった年でもある。4月にはナジャフ、クートで連合軍と衝突し、クートでは市街地からウクライナ部隊が一時撤退を強いられたほか、ナジャフは一時的に連合軍の手を離れている。また、バグダードのティグリス川東岸にあるサドルシティでも米軍と激しい戦闘を繰り広げている。5月以降、シーア派武装勢力が南部を中心に米軍に対して攻勢に出ている。8月中には、ムクタダー・サドル率いる民兵組織、マフディ軍団がシーア派の聖地である、ナジャフ、中部のクート、南部最大の都市、バスラなどで一斉蜂起した。しかし、マフディ側は数十名の死者を出した末、下旬に武装抵抗を停止するに至った。一方、南部での紛争が続く間、スンニートライアングルでは武装勢力の動きが活発化した。このため、9月に入ると米軍はこれらの掃討を行う必要に迫られた。9月上旬に、モースル、マハムディア周辺、ラマーディを攻撃、10月にはサマラを攻撃し、武装勢力を掃討した。この一連の掃討作戦中に、最も持続的に攻撃が行われたのがファルージャであった。他の都市では短期間で戦闘を終結させたが、ファルージャに対しては、連日緩やかに攻撃を加えて、包囲掃討作戦への下準備とした。以下は2004年11月からのファルージャ、市街包囲掃討作戦を取り上げる。米軍側は当初、オペレーションファントムフューリーと呼称していた。しかし、イラク側は、AL ファジュル連合軍は8日夕方から9日に、かけての夜、激しい砲撃と、同爆作による仕掛け爆弾除去の後、鉄道土手を複数の地点で切り開いて、通路を確保、市街地への進撃を開始。市の電力を切断し、米陸軍の第7騎兵連隊、第2大隊は市街地中心部にあるジョランパークを制圧。米海兵隊の不評大隊及び、イラク軍不評大隊はこれを緩やかに続けて、市街地を1家屋ずつ掃討しつつ南下。米軍10名、イラク軍2名の死者、そして数不明ながら、多数のイラク人の死者が出た。一方、スンナ派のイラクイスラーム党と、イラクムスリムウラマー協会は、侵攻に抗議、選挙ボイコットを表明し、また、イラクイスラム党は閣僚を引き上げ暫定政府から離脱した。また、アラーウィー首相の親族2名が誘拐され、バグダードなどで報復的な爆弾テロが起きた。11月10日、市街地を東西に縦貫する国道10号に、ソイ連合軍は各部隊を一線に並べるように掃討作戦を継続。ただし、米海兵隊と米陸軍の機械化不評大隊の進撃速度の違いからイラク側武装組織の勢力は後方へ浸透し、市街地北部でも戦闘は引き続き発生。米陸軍部隊は国道10号線を確保しつつ、部隊の一部を持って北へと矛先を転じさせ、一度通過した地域を再度南から掃討。海兵隊報道官は、中心部を含め市の7割を制圧し、武装勢力70人を殺害したと発表した。しかし、米国のラムズフェルド国防長官は500名の武装勢力を殺害したと表明し、敵の死者数を把握できなかったことがわかる。また、在イラク多国籍軍のメッツ作戦司令官は、ザルカーウィーは侵攻以前に市外へ逃亡していたという見解を述べた。11月11日国道10号線を越えて南側へ連合軍は進撃を開始。11月12日連合軍は市の北部を制圧し武装勢力60名を殺害した。4日間の戦闘で米軍18名、イラク軍3名が死亡した。市街地最東部を進む米陸軍機械化不評大隊のある中隊では中隊副長が戦死。イスラム宗教者委員会は抗議として4日間のゼネストを国民に呼びかけた。11月13日市街地最東部を進む米陸軍機械化不評大隊のある中隊で、中隊長が戦死。同中隊は一旦交代し立て直しを余儀なくされた。イラク政府は、ファルージャに残るのは一部の武装勢力の拠点だけで、制圧作戦は終わりを迎えたと表明した。武装勢力は延べ1000名が死亡、また、連合軍は200人を拘束した。対してシーア派民兵を率いるサドルも選挙ボイコットを宣言した。一方、赤新月社は、ファルージャ市民の生活は壊滅状態だと発表。11月14日赤新月社の救援トラックが、ファルージャに入ろうとしたところ、米兵によって阻止された。11月15日赤新月社のトラックが再度、侵入を試みたが阻止され、避難民を装って救援物資を搬入した。負傷したイラク人を海兵隊員が死んだふりをしている武装勢力と勘違いし、誤射殺した映像が流出、報道されて問題となる。11月16日暫定政権のダーウド国防相が武装勢力1600名を拘束したと表明した。11月17日連合軍は市街地南部で武器弾薬を捜索。多数を発見。押収。11月19日暫定政権ナキーブ内務相がファルージャの戦闘が終結したと発表したが、同時にファルージャの武装勢力の主体はイラク人だったことも表明。武装勢力は外国人であると宣言し続けてきたイラク政権が、自国民が武装勢力となっている現実を認めることは稀である。11月20日米陸軍、第2不評連隊、第2大隊、ファルージャでの任務を終えて、作戦開始以前の担任地域へと帰還。夜明け作戦での同大隊の戦果は304名以上、殺害、損害は、戦死7名、負傷72名。11月21日暫定政権は、市内86地区のうち75地区で捜索を完了し、安全が確認されたと発表した。一方、米軍は20カ所に及ぶ武装勢力の拷問所を、ファルージャ警察は隠してあった、地対空ミサイル、迫撃砲、地雷などを発見した。11月25日イラク軍がザルカーウィ率いる、タウヒードはジハードの旗を掲げた工場を発見し、毒ガス工場だと公表した。しかし、毒ガスを製造していた痕跡はない。暫定政権は、ファルージャでの死者が2080名、拘束者が1600人以上の上ったことを発表した。米軍の事前公表では、ファルージャ市内に残る人数は3000人から6000人であったことから、6000人だとした場合3分の1が死亡し、生き残りの半数近くも拘束したことになる。なお、8日からこの日までに、米軍は50人、イラク軍は8人が死亡した。作戦中、封鎖されて、交通を閉ざされていたファルージャ市内に、市民の立ち入りが許されるようになったとき、携帯電話やカメラの持ち込みが禁止されていた。多くの死体と瓦礫の山だけが残っていたが、それらは持ち出すことを禁じられた。その後、77体の遺体が避難民に引き渡されたが、多くの死体は焼けただれていたとされる。この中には衣服のみが残って、体の大半だけが焼け焦げた、焼死体や白いゴムのようになった死体が含まれていたとされ、このため、白リン弾の対人使用やマスタードガスなどの化学兵器使用を疑う意見もある。本作戦での民間人の死者は6000人を超えるとされる。ファルージャへの出入りが自由になってから回収された死体は約700体で、そのうち504体が女性もしくは子供だったとされる。その後も地域住民に対する誤った情報に基づく空爆が相次ぎ、米軍と地元住民の和平の動きは崩壊した。北部の都市モースルでは11月9日から、武装勢力によって警察署が襲撃され、11月13日に西部が勢力下に置かれた。米軍は11月14日に200人で占領された警察署を奪還したが、町の制圧には至らず、ファルージャの1個不評大隊を転戦させ、11月16日から米軍1200人とイラク軍1600人で攻撃を開始した。12月にほとんどを奪還し、同月中旬に最後の支配地域を空爆した。これに対して武装勢力は22日、モースルの米軍基地に自爆テロを加え、米兵19人とイラク人3人を殺害した。ファルージャでは11月19日以降も散発的な戦闘が続いたが、12月に入って7割の地域で武装勢力の勢力が回復し、治安はさらに悪化した。12月15日、連合軍は武装勢力との間で大規模な戦闘となったが、これを制圧した。ファルージャ占領後、米軍は地元の武装勢力でも親米的なグループをイラク軍、イラク警察として認めて治安維持に当たらせることで米軍兵力を撤収させていたが、彼らは戦闘が起こると逃亡したり、敵へ寝返ったりする者が多い。また、米軍式の訓練を受けて戦闘技術を持った兵士が脱走して反米的な武装勢力に加わることもあるという。アメリカにあるゲーム制作会社アトミック・ゲームズが当戦闘をファルージャの6日間という題名でゲーム化。戦場をリアルに再現するため実際に当戦闘に参加した海兵隊員を顧問に招聘している。しかし、当戦闘で死亡した兵士の遺族らが抗議したため、販売を請け負う予定だったコナミが撤退を表明。発売は不透明になったままである。2005年に入ってから、この11月の戦闘をハリウッドで映画化することが決定された。主演はハリソン・フォードで公開時期は未定。Operation Vigilant Resolve, Army and Marine Corpsジョイントオペレーションズ筆者マット M マシューズ http://www.cgsc.army.mil/curl/download/csipuba/マシューズファジル PDF ありがとうございます。